私の研究室はあの獣医病理学研究室ということで、えー、現在3人のスタッフがおりまして私はあの動物の腎臓病の研究それから特に最近は皮膚病の研究もや,やっております病気の、まあ、どうして起こるかっていうのは人も動物もかなり似ているところがありますもちろん違うところありますけれどもあの似ているところがあるということで、まあ、ラットの病気 ラットがが自然に病気あの病気気腎臓が悪くなる病気がありましたそういう系統がありましてその系統の腎臓病を細かく見ることでどうして悪くなるのかとか逆に途中で良くなるものがあるんですがどうして良くなるのかというそういうまあその理由をですね細かく見てそういうことによって人にその役に立っていこうという、まあ、基礎的な研究ですねそういうこともやっています。えー、と私が大学学は医学部だった ですけれどもやはりノーベル賞をもらったような人がすぐ来て講演するようなところがだったものですからやはりそういう意味でもその何て言うんですかね価格っていうのも今ふうに言うとイン,パインスパイアされたっていうかそういう経験があって非常に自分にとっては良かったと思ったんですね。あのこと10位に関しては若い人がどん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 アメリカ、まあ、ヨーロッパは少ないんですけどもヨーロッパ一人私の教え子が今出ていますけれどもアメリカにはどん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 出ていっておりまして、まあ、アメリカの専門医の資格を取るっていう学生が。 あの意欲的にどんどん出て行って勉強していますから、まあ、私も学会に行くと、必ずまあ、そういう人たちが集まりますので、一緒に食事したりとか、お話をしたりして、あ、まあ、すごく頼もしく思っています。ですから、受験生の人もぜひそういうあの気持ちを持ってやってほしいと思いますね。まあ、研究っていうと難しいって感じるかもしれないんですが、やはり受験生の皆さん、あるいは学生の皆さん、あの大学に入って将来の夢があると思うんですね。ですから、まあ、その夢が叶えるような研究室に。 を探して入ると、からまあ尊敬できる先生や先輩そういう人にかあの囲まれてあのやれるようなところ自分にまあフィットするようなところをぜひ見つけてほしいということですね。で私自身については、まあ、病理学っていうと非常にその,その言葉から言うと堅苦しいという感じするんですけど決してそうではなくてやはり、えーまあ、病気の勉強をしたりとですねあのそういった広い獣医学という中で広い勉強をしながらその細かいところをやると。 いうことなので、決してあの研究が肩苦しいということなくて楽しくできると思いますので、ぜひあのそういうあの希望を抱いて大学に入ってほしいと思っています。はい。安沢大学を希望される特に獣医系の学生さんに関しては、小動物臨床にあの興味がある方が多いと思うんですけど、病理っていうなぜあの動物が病気を起こすかっていうような分野を深く研究することで、実際自分が臨床に出てたときにこの犬がなぜ ここういうい病気を起こしているかっていうようなことを、えー、イメージしやすくなるんじゃないかなっていうふうに思います。